こんにちは、すみやです。今日は土星についてです。土星をオートスタッカートとレジスタックスで高解像度化していきたいと思います。それでは最初にオートスタッカートを立ち上げます。はい。それではまずファイルを開きます。オープン。はい。 18日、昨日ですね。撮影したデータを探してみましょう。これかなあ、これですね。9月18日、ジュピターとサターンがあります。サターンから行きますね。で、サターンの、えー、どれにしようかな。21時45分の映像を まず取り込んでみましょう。はい。で、この映像をまず、プラネットというところを選んどけばいいよね。それから、ステータスはカラーになってますね。はい。アナライジングをまずやってみましょう。はい。アナライジングが始まりました。ちょっとね、時間かかるよね、これね。しばらくお待ちください。あ,とあ 終わりましたね。はい、えー。このグラフを見ると、3分の1ぐらいは50%のクオリティを維持してますね。半分ぐらいまでだと40%ぐらいかな。はい。4分の3を使うと、そうですね。30%もいかないか。 27、8%ぐらいまで打ちますが、一応ね、50,25,75の3つのデータを使っていきたいと思います。はい。それでまずは、プレイス AP グリッドを選びます。104にしとこうか、標準はね。はい。はい。 109ポイントが選ばれました。あ、ここに衛星があるんだね。でもこれいらないや。衛星はなしにしとこう。こんな感じでいい感じですよね。えー、それでこれでスタックを始めます。はい、これもね、時間かかるんですね。やっぱり高性能なパソコンでサクサクやりたいところですが、 カッシーニの感激がよく見えてますね。ちょっと本体はノイズっぽいですが、これはあのスタックするとかなりノイズが消えるんじゃないかなと思います。フィルターかセンサーにホコリがね、いっぱいついてたので、さっきね、このブロワーで取ろうとしたんですが、なかなか取れなかったので、えー、センサークリーニングキットを使ってみました。 これはね、10個入りのやつですね。これはもともと α7S のセンサーを自分で綺麗にするために買ったものですね。で、ソニーのショップに送ると綺麗にしてくれるんですけど、1回の手数料がそうですね、満単位でかかったような気がするので、それ以来自分でやるようにしてます。で、こういうですね、刷毛。 なんか、もんじゃ焼きを作るときの固定みたいなのがありますね。で、この固定みたいなのに、センサークリーナーの液体を、というか、一二滴でいいのかな。垂らして、一回拭いて、で、また裏返して、濡れてない方で、とか汚れてない方でもう一回拭くというやり方をとってます。まあ、これはあの、フルサイズ用のセンサークリーナーなんですが、ちょうどね、 1.25インチのフィルターだとくるっと回せばね、ちょうどいい大きさでホコリが取れると。まあ、ブロワーで取れない場合はこういうね、センサークリーナーを使ってもいいんじゃないかなと。綿棒でもいいのかもしれませんが、こういうのでやってます。で、ちょうどね、これが10個目、最後の1個だったので、新たに APS-C サイズとフルサイズのセンサークリーニングキットを注文しました。で、この液体のクリーナー自体はまだね、いっぱい残ってるので。そうですね、半分以上残ってるので。この刷毛みたいなものだけ注文しました。実は以前にも一回ね、フィルターかなんかが汚れて、ホコリがいっぱいついてて、 土星とか木星を取ってる時にその埃がね、えらい目立っていたんで、一回拭いて綺麗になって、うまくできたんですけれども、なかなかね、すぐ埃がついちゃうんですかね。やっぱり風が強いとすぐ埃がついちゃうっていうか、しょっちゅうね、付け替えたりしてるので、そういう影響もあるかもしれませんね。はい。それからあの、 バローレンズとか、えっと、大気分散補正プリズムは、ちょっとね、センサーというか、ガラス面がちっちゃいので、これ入らないですね。これ大きすぎて。だから APS-C サイズのものに変えてみました。まあ、そちらはね、そんなに汚れても、拡散されるので影響ないと思うんですが、センサーに近いところのフィルターとか、 それからセンサーそのものが汚れてるとやはりね、埃がなんか目立つんで、配信しててもね、なんか埃がの黒いのがなんか映ってるなって感じですね。それからあのピント調整すると、ピントを少しずらすとね、そのセンサーに映っているゴミがね、非常に目立ちますね。だから、 ゴミがついてるかどうかは、ピント調整の、ちょっとぼやけさせて、ホコリのところにピントが合うようにすると、非常にわかりやすいですね。はい。ピント調整するときにね、なんかね、ホコリがいっぱいついてるなと思っていたんですが、まあ、これで撮りましたね。はい。これ一回使うとね、もう一回使うとホコリがまた同じようについちゃうので、 一回使い切りですね。もったいないけど。まあでもそんな高いもんじゃないような気がした。えそんなことを言ってる間にライブスタックが、ライブスタックじゃないや。スタックが進んでいますが、やっぱりなかなか進まないね。これはちょっと時間かかりそうです。まあ全部ね、2分間撮影しました。 木製だとね、1分ぐらいで止め、止めとかないと、木製の模様がどん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 、地点が10時間ぐらいで早いので、動いちゃうので、えー、模様がね、ちょっとぼやけちゃうっていう嫌いがあるので、1分単位で撮影するんですが、土製の場合はね、あまり表面に <laughs> あの模様が細かく見えるわけじゃないし、 木星に比べれば時点がちょっと遅いので大丈夫かなと。木星より土星の方がちょっと暗いので、えー、露出時間を長く取らないとね、ちゃんと映らないのでだいたい1 30分の1秒ぐらいで撮ってますね。木星の場合は1 60分の1秒ぐらいで撮ってます。土星の方が長時間かけて 撮影した方が綺麗になるかなと思ってやっています。この動画の映像を見てもね、カッシーニの感激がそれなりに映ってますね。一応ね、5倍のバローレンズと、それから、大気分散補正プリズムも使ってみました。で、大気分散補正プリズムは、そんなにね、厳密に合わせてるわけじゃなくて、あ ここぐらいで十分かなという。シャープキャップの ADC というところをツールでね、選ぶと、青と赤のズレをね、矢印で示してくれて、まあ、その数字が小さくなるところに追い込んでいけばいいんですが、まあ、ゼロにするのはね、なかなか難しいので、あの、屋上行ったり、ここに戻ってきたりして、まあ、適当に動かしてるだけなので、 で 0. いくつまでいったような気がするので、まあ、それなりに取れてるかなと思います。で、えー、土星の場合を基準にしてやったので、木星はもうちょっとね、高度が低かったような気がするので、ちょっと土星で合わせたものをそのまま木星には使えないんですが、あそのまま使って木星を撮影したんで、木星はね、あまり 大気分散補正プリズムの数値をね、追い込めてないので。まあ、あの、土星だってね、えー、高度が変わってくると若干差が出てくるんですが、ちょうど南中前後だったので、あんまりね、高さは変わらないので、地上からの高度が42度ぐらいかな。何中前後で。ですから、ちょうど横に移動してるだけなので、上下にあまり動かないので、 ま、一回、大気分散補正プリズムを合わせれば十分かなと思ってそのままやっているところです。はい。そんなことを言ってる間に、だいぶ進んできているはずなんですが、全然進んでないか。これ時間かかるよね。そうですね。あ、終わりましたね。348.3秒かかりました。7分弱で終わったってことですね。 はい。これで一応終わっているので、次は、レジスタックスに行きます。今、木製がさっきね、やっていたものが入ってますので、これを、セレクトします。で、木製ではなくて、サターンに行きます。で、50%でやってみようか。サターンのね、45分のやつですね、これですね。 はい。イエス。おお、これはさっき木製で設定したものです。do all やってみますか。まあ、木製で設定しても土製でもね、まあ似たようなウェーブレットを 変換のパラメーターで大丈夫だと思いますあなかなか綺麗になってきたねちょっとこの辺緑っぽいね RGB バランスを調整してみましょうかあこんな感じになるんだルオールはい 順々に綺麗になってきます。これもね、パソコンのスペックで時間がかかりますね。おー、なかなか綺麗にできましたね。いい感じですね。はい。じゃあ、これで保存しておきましょう。セーブイメージ。Z に、あ、ZX になっちゃった。Z にしてますね。はい。 ま、これでも十分綺麗なんですが、最後は、フォトディレクターで AI 画像高画質化をやってみたいと思います。サイバーリンクフォトディレクター365。フォトディレクターだ。あ、動いたね。やっぱり再起動すれば大丈夫だった。これだね。 21時45分の Z ですはい取り込みました画像高画質化がもう始まってますねちょっと並べてみるか ああ、まあまあ綺麗になってますね。端っこのところがなんか、つるっとした感じですね。はい。もっと大きくなるのかなああ、大きくするとわかりやすいね。ノイズがほとんどなくなってるね。はい、えー。土星の輪が、リングが非常にのっぺりしてるっていうか、ノイズが消えてますね。はい。 ガッシーニの感激がそうですね。かなりいっぱい見えますね。あ、この辺まで繋がってるか。ここから先はちょっと消えた感じ。うん。4分の3ぐらいまで輪の中が見えてます。下はなんかあんまりコントラスト、イラス色の違いがわからないね。本体は まあ、えー、ちょっと色のグラデーションがあるぐらいで、ね、こっちの輪もね、ちょっと先っぽがなんか、テカってる感じがするけど、まあまあ、よく撮れてますね。カッシーニの感激が、全周に近い形で映ってる感じですね。うん。この黒いのはカッシーニか。 ですねこの黒い線はカッシーニですねまあここはあの土星の影ですけども輪による影ですけどその間のカッシーニの感激が全周見える感じですねはいいい感じですじゃあこれで 書き出ししときましょう。高画質化なので、K です。はい。で、参考のために、これは元に戻しましたね。えー、っと、これを、ノイズ状況もやってみましょうか。適用。しばらくお待ちください、ね。 はい。ノイズ除去すると、うん。少しのっぺりしたけど、高画質化よりは、あんまり無理やりやってる感がないって感じですね。まあでもこっちの輪が綺麗だね。つるっとしてますね。はい。本体もまあ、 かなり滑らかになってますね。ノイズが消えてね。はい。こっちの方が下の色合いのグラデーションが目立つような感じかな。はい。こんな感じです。はい。これでも一応書き出ししときましょう。えー、ノイズキャンセリングなので N にしときますね。1N。はい。 こんな感じです。あ、一枚だけにしてみますか。これがノイズキャンセリングをしたものです。で、こう解像動画すると、どうなるかというと、こんな感じです。 はい。ちょっと塗り絵したみたいな色合いになりますね。なんか、あの、えー、無理やり色塗った感じですかね。はい。こんな感じです。本日の動画は以上です。土星も綺麗になりましたね。はい。AI の力すごいですね。 AI で土星がここまで綺麗に見えてきます。はい。皆さんも試してみてください。もっと他のアプリケーションソフトで AI を使って綺麗にする方法があるのかもしれませんが、まあ、フォトディレクターも使いますね。はい。皆さんチャレンジしてみてください。はい。 終わりましょう。AI すごいね。録画終了。またこの画像処理、パソコンの性能がもっと上がればね、短時間でできると思いますので、新しいパソコンが来たらチャレンジしてみたいと思います。えー、最近あの Wi-Fi の調子が悪いので、なんとか修復しようとチャレンジしたんですが、うまくいかないのでもう諦めて、 新しいパソコンに切り替えたいと思います。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。Wi-Fi が繋がらなくなるというね不具合が出て、それを修復しようと思って2,3日頑張ったんですが、どうもねチップがもう行かれてるのかあー、設定が悪いだけなのかもしれませんがダメなので諦めて。 私の買いましたこれでねさらにライブ配信も高解像度化できるかもしれませんので高ご期待です以上です